はい、今日は今ね東京に来てます。で、東京のねスカンジナビアリビングさんに来てます。ここはね、北欧の家具の代理店さんになってまして、私がね好きなねウェグナーの家具も取り扱ってます。で、先日までねちょっとお借りしてた椅子があって、それをね返しに来たのでショールームもねちょっと見ていこうかなと思います。はい、じゃあ入ります。これですね、こんな感じで。こちらはね予約制のねショールームに確かなってまして、で基本的にはね我々こう販売店さんのみのご案内になるんですけども、我々とね同行してということであれば確かね一般の方もご覧いただけますので、まあ今日はねちょっと特別撮影させてもらってます。はい、どうですね、このね借りてきたベアチェアですね、これですね。今日はね2台並んでます。すごい、やっぱ存在感あってすごいね座り心地いいんですよね。包み込まれるっていうのはねまさにこのことで、とてもね当たりがいいです。この辺、まあテーブルですね、これ新調式のねテーブルなんですけどね。はい、照明もね扱ってます。確かリーファっていうブランドがね新しく始まって、でこちらがそうですねウェグナーがデザインした、まあ、ザチアですね。これ今ねお店にこの右側ですね、私のお店にもねあります。昨年ね3月に注文して予約来ました。はい、そうですね、この辺もねもうあこれ見たかったっていうねそういう椅子ばっかりね置いてあります。うん、そうですね、このザチアこちらはねフレデリシアっていうメーカーさんになりますね。でお店にね置いてあるこれ今ここにありますね J39 この椅子ですね。ちょっと引いてみますか。これがねまあすごくシンプルなね椅子なんですけども人気の椅子です。でこの椅子のね確かに発売75周年を記念したイベントをね今年春頃今やる予定でいますので、またねイベント決まったらご案内します。こんにちは。あ、こんにちは。元気？元気っすよ。代表のね、橋場さん来てくれましたね。元気っす。いやー、長らくお借りしててありがとうございました。いいっすよ。椅子ですね、この PP モブラ社っていう会社が作ってるんですけども、今ね、この PP モブラさんがね、とっても忙しくて、私もですね、昨年の、まあ、3月に注文した商品がようやくね、まあ、12月末とかこの1月に届くという状況になってまして、で今代表の橋場さんに確認したら1年からね1年半ぐらいかかってしまうかもっていうことなので、検討されている方はねちょっとね早めに考えて、さらにね考えてもらった方がいいと思います。まあもしね決まってるのであれば注文もね早めにしてもらった方が、またねなんか値上げの話も出てるようなので、まあ、こちらはね本当私いつ来てももう飽きない、まあ、ずっといても飽きない場所なので、またこれからね代表の橋場さんとさっきもねちょっとお茶飲みながら話したんですけど、個別にねテーマ作って、まあ、椅子のことねちょっとね2人でこうディスカッション形式じゃないですけど、そんな感じでね紹介していこうと思ってます。はい、今日は以上です。